はい、どうもこんにちは。今回はですね、先日アキーヨさんの方からね、ご提供いただきました、ドライブレコーダーね、ルームミラー型の、ドライブレコーダー、AKY のね V360 っていうやつなんだけど、なんていうかな、ルームミラー型のね、全方位型、ドライブレコーダーなんですけどね。うん、まあ、普通のドライブレコーダーと一緒なんだけど、ミラーね、ルームミラーの形をしているドライブレコーダーでね、でレンズのその方向とかなんかもね、結構自由に変えれるし、で後方には専用の、カメラがついててね、うん、で記録された、映像はパソコン上のね、専用ソフトを入れて、それでいろいろそのなんていうかな、映った映像をね切り替えて、チェックできるようになってるからね、うん、なかなかねいいですよ。それとあと走った、走行した位置をね、GPS で記録されてるから、それを地図を見ながらね、その実際の走行映像と、あここ走ったなっていうのがね分かるようになってますからね、これはいいですね。うん、まあドライブレコーダーっていうのはね、本来その走行記録であり、その自己記録とかね、それが本当の本来の目的なんだけど、なんかこのプラスアルファ遊びの部分がね結構あるんじゃないかなって思いますね、こういうドライブレコーダーだとね。うん、で操作もね全然難しいとかそういうのは全然ないんですよ。うん、で基本的にはルームミラーの形しててね、普通のルームミラーと全く一緒で、でもちろんそのミラーのところにね、普通のドライブレコーダーみたいに、全方向の映像を、モニターとして見たりね、バックの映像をカメラに映った映像をそのミラーのところモニターにね、表示させたりとかそういうのもできますしね。うん、でその何ていうのかな、そのモニター上でね、タッチ操作で切り替えできるからね、うん、ものすごく、便利っていうかね、やりやすい、すごくね、うん、で操作も特に難しいとかそういうのは全然ないですからね、説明書見ながらどうのこうの格闘してとかそんなことをしなくてね、ものすごく分かりやすい、メニュー画面になってるからね、うん、初めてつけた人でも多分使えるんじゃないかなってね思いますね。うん、ただ僕のハスラーはね、その衝突カメラのやつがね、そのルームミラーの前の方にね、前方に、フロントガラスのところについてるからね、ちょっとそれがこれ実際わかるでしょ、うん、このごついのがついてるでしょ、角みたいなのね、あれがねデュアルカメラっつってね、衝突安全回避用のね、うん、そのカメラがついてるからね、これは今ねリアの映像ですね、うん、ちょっと暗いかなリアの方がね、うん、まあでも普通に、後方走ってる車のねナンバーとかでもちゃんとしっかり確認、できますからね、うん、だからまあ普通のドライブレコーダー持ってる人でもプラスアルファこういう、ルームミラー型のやつもね、あっていいんじゃないかなってね、プラスアルファで、もしねなんか買おうかなと思ってる人はねいいと思いますよ。アキーヨさんのね AKY の V360 のご紹介でした。